皆さんどうもお疲れ様でした、はい、前半お疲れ様でしたね。もう前半から素晴らしい ね曲ばかりで、あれジュリーさん、おお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 お特権特権、そうそう、照明台後で払わなかった、あれで電球切れたら絶対払わなかった、そうそう、照明書き取ったから請求書、あ、請求書や、間違えた、照明書ちゃん何の照明やねえ、そんなことでね、いやもうフルコーラスもね、あの、そうね、楽しみやね、ね、フルコーラスも楽しみなんですけどね、その前に、ですね、今日はあの、うん、皆さんにね、先ほどお配りした、はい、うなぎ芋の、うなぎ芋、はい、持ってきた持ち主が、はい、皆さんにですね、はいはい、聞いていただこうと、はい、3年半ぶり4年ぶりぐらいに歌います。そうやね、4年ぶりや、これね、皆さんね、ものすごく馴染みのある曲なんでね、分かった方は一緒に口ずさんでください。あのね、ものすごい短い曲です。短いけど頭から離れへんでね、そうね、そうそうそう、一回聞くと ね, くとね、そうそう、なかなか離れない曲なんで、ね、今日の夜出るときに、うーんって言うとらなかったね。本当ね、それ歌流れる、そう、歌多いね、そう、それを歌ってくれて、なるほど、ね、うん、GM賞で一人目が統一君、はい、でママとマスターに1曲ずつ歌っていただいて3曲お送りします、はい、それではね、お時間の方もね、もう押してくるといけませんので、早速いきたいと思います、はい、それでは統一君よろしく、お願いいたします。
ありがとうございました。おうちに歌っていただきました。それでは僕がこの歌を紹介していいのかどうなのか分かりませんが、私を捨てたギャルがママに歌っていただきます。女性を代表して歌います。あなたの心は
ます。よろしくお願いいたします。皆さん、本日はご縁の高さを感じていただきまして、本当にありがとうございます。本当に心から感謝しております。昨日ですね、ママの方から合同メンバーの、この GM 賞、今回誰も歌う人がいないということでね、一曲歌ってということで、何を歌おうかなと思ったんですけど、先月僕の音楽の先生でね、沢戸先生という先生がね、歌謡祭で歌った歌があるので、今回はですね、僕がですね、三重県に来てからですね、兄貴、お姉と、下手でね、石田ですが、太田邦子、またお父さん、お母さんからね、可愛がっていただけてる、長生きしよう、あまりとは。で、ママのことをね、とても可愛がっていただいて、ケンさん、サチネとかね、いつも司会をしていただいてるひとちゃん、そして直樹君と、いろんな人に、ね、感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います。それでは聞いてください。南部酒。
ちらママですね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、それではバイバイアフリカですね、盛り上がってまいりましょう。